こんにちは、マカロニです。今回は、初心者向けにゲーム画面を YouTube に投稿する方法。プレステとスイッチの場合をメインに解説していきます。知っている人にとっては、全く役に立たない内容ですので、ご了承ください。Nintendo Switch の場合、まず簡単なのは、スイッチとテレビの間にゲームレコーダーを接続。ゲームプレイはテレビモニターを見ながら行います。録画場所はレコーダーで SD カードや USB に保存します。マイクをつないで音声も同時に録音することが可能です。YouTube への投稿はスマホやパソコンに移して行います。マイク音声とゲーム映像が一つになるので、後から音声バランス調整するには、音声を別撮りするなど工夫が必要かもしれません。次はスイッチとテレビの間にゲームキャプチャーをつなぎ、ゲームキャプチャーとパソコンを USB 等で接続する場合です。この場合、録画場所はパソコンとなるため、マイクもパソコン録音です。ゲーム音とマイク音の別撮りが比較的簡単に行えます。ゲーム画面はパソコンよりテレビモニターの方が遅延が少ないですが、気にならなければパソコン画面を見ながらのプレイも可能です。 YouTube への投稿はパソコンからでライブ配信もできます。ここからはプレステの場合です。スイッチ同様にレコーダーやキャプチャーの録画ができますが、それ以外にあと3パターンほど方法があります。まずパソコンがあれば簡単にできるのがリモートプレイ録画です。 PS4 Pro と PS5 が 1080p、 無印 PS4 は 720p と制約はありますが、リビングに本体を置いたまま録画が可能、手軽さが利点の方法です。もっと手軽な方法はプレステ本体録画です。 PS5 の場合、 4K は WebM、 フル HD は MP4 と癖がありますが、マイク音声も含めることができ、 USB メモリで抜き出すことが可能。パソコンやスマホから YouTube に投稿できます。もっと手軽な方法は本体からのブロードキャストです。直接 YouTube にライブ配信ができますが、後でアーカイブをダウンロードする目的で垂れ流し配信としてもいいでしょう。アーカイブのダウンロードは公式では 720p しかできませんが、非公式ソフトを使えば 4K も可能です。以上が大まかな録画方法と投稿の方法となります。スイッチでは最低限ゲームレコーダーが必須です。プレステでは最低限本体さえあればなんとかなる。ゲーム動画を初めて投稿するための方法という動画でした。この動画が初めての方への参考になれば幸いです。